どうも、Bレジェンド上野です。今日は、胸のトレーニングをやっていきたいと思います。で、ルーティンというか頻度についてなんですけど、普段、胸単体っていうトレーニングは、しっかりとしたものはあまりやってなくてですね、週に1回、プッシュのユニットとして胸と三頭と肩の種目を、普段通って所属している、ジャングルジムスポーツさんのヘビーデューティーでやっているのがメインで、あまり、普通に一人で、やることはないんですが、ちょっとその疲労の抜けが良かったりとか、あとはその所属のジャングルジムスポーツさんに行けないとき、出張先だったりとかでは、こういう形でやってますよというところで、今日は紹介できたらと思います。1種目目なんですが、ベンチプレスをやっていきます。で、胸の種目に関して、以前までは結構ダンベルとマシンがメインの、トレーニングで構成をしていたんですが、ちょっと肩を壊していてですね、でその中でこういろいろ模索をしていく中で、肩が、痛くないように、バーベルを扱っていくのも一つ大事なのかなというところで、最近ちょっと、工夫をして、取り入れ始めたのがこのベンチプレスという形になります。いろいろ肩が痛い人もいらっしゃると思うんですけど、その中での一つ、私の場合はこうしてますよというところで、ちょっと参考にしていただければの部分もあると思うんですが、本当に肩の痛みは多分様々だと思うので、入れる入れないはご自身でご判断いただいてもいいのかなと思います。で、やっていくんですが、基本的に、私肩が痛いんですけど、肩甲骨とパッドが、当たっちゃうとちょっと痛くてですね、そこが当たらないように工夫をしています。特にこのベンチプレスにおいては、お尻を、上げた状態、アーチを高く作ってお尻を上げた状態で、行っています。そうすることで回避できる痛みも、あります。ではやっていきます。セット目終了です。胸の種目、ベンチプレスに関してもだいたい12回できたところで重さを上げるようにしています。今日120キロ6回しかできなかったので、またこの重さに調整も、次回のトレーニングもしていきます。お尻を上げてやると可動域自体はどうしても狭くなってしまうので、果たして人によっていいかどうかという議論はあると思うんですが、ちょっと今重い重さを頑張って持って重量を伸ばしていく中で筋肥大を目指したいなという思いがあって、でなおかつ、肩が痛くならないようなという方法でこれを取り入れてやってます。このままちょっと重さだったりセット重量を更新をできればかなというふうに考えています。
2セット目終了しました。ベンチプレス、あまり得意じゃないです。重たいものは持つのが苦手なんですけど、これから徐々に扱えればなというふうに頑張っていきたいと思います。苦手なんでさっさと引きます。ベンチプレスはどうしても重量を追っかけたくなる種目ではあると思うんですけど、まあ、目的がどうであるかというところはしっかり考えて取り組んだ方がいいように思います。マックス重量を上げていきたいのか筋肥大を目指していくのかで、設定する重量も変わってくると思います。なので特に筋肥大を目指すのであれば、もう自分が感じる、適度な負荷のかかる重量を選択して、そこの更新に努めていくのがいいのかなと思います。マックスに挑戦するのも決して悪いことではないと思うんですけど、そこだけ見てしまうと、怪我の原因にもなりますし、頑張っている割には体が大きくならないというところもあるように聞きますので、その辺はしっかりと判断をして、ある意味重量にこだわらずに、やるのが一つ賢い方法なのかなと思います。ラストセットです。4セットのうちの最後です。ベンチプレス終わりました。私今回お尻を上げた状態ケツ上げベンチでやったんですけど、まあどういう方法が一番いいのかなというところは人それぞれだと思います。お尻をしっかり、つけた状態、パワーリフティングでファールにならない方法を取るのか、今みたいにケツ上げをするのか、でもうその辺腰のだったり体のアーチを使わずに、まあ、足上げで上げていくのも一つだと思います。ただ、重さだったり回数を更新していくのに、どのフォームでどれくらい上がったかっていう定義をしっかり自分の中で持っていくのが大事かなと思います。最初はケツをつけたままで、途中から上がらなくなってケツを上げて、そこからできる回数をやる、それを足した回数が、ご自身のできる回数だと思わずに、自分で決めた定義の中でできたかできないかという回数を追っかけていくのが一番かなと思いますので、その辺の考え方は、ぜひ参考にしていただければかなと思います。ベンチプレス終わりましたので次行きたいと思います。ベンチプレス終わって2種目目です。インクラインのバーベルプレスを行っていきます。これも最近取り入れ始めて、これからちょっと重さだったりを更新していって、なんか出力を高めていく中で筋肥大が狙えればかなというふうに、やっています。で、これも先ほどのベンチプレスと一緒で、私は肩が痛いんですけど、こう肩甲骨の
がうまくシートに当たらないように体に、ややアーチをかけて、やるのをポイントとして行っています。それではいきます。今日は85キロで12回できました。次は次のトレーニングの時は90キロに重さを上げたいと思います。まあこだわりというほどのことでもなくて、当たり前といえば当たり前の話にはなってくるんですが、特に、今回筋肥大を狙ったトレーニングをしているので、なるべく、このプレス系の種目は特になんですけど、肘をロックしないように、負荷が逃げないように、頑張っています。で、まあ、肘をロックして、レストポーズを、してから、まあ、セットを続けるというテクニックも一つありだと思うんですが、特にこのベンチプレスとインクラインのプレスに関しては、扱う重量を今ちょっと上げていきたくてですね、まあ、レストポーズで追い込むっていうことをあえて、していないです。言ってしまえば一番シンプルな、果てたらそこで終了のような形で、セットを区切っています。はい。いきます。2セット目終了しました。まあ、これに関しては、まあ、やっぱり複合、的な種目にはなるので、ベンチプレスのこの種目も、やっぱり単関節ではないので、結構息が上がってきます。まあ、アイソレートができた方が筋肥大にとってはいいのかもしれないですが、まあ、重さを扱うという点で、まあ、ある程度、全身を使ってあげるのも一つなのかなと思います。なるべく胸に乗せたいという気持ちはただ、忘れないようにはしています。今回私、この B レジェンドのタンクトップを着てやってるんですが、特にそのベンチプレスだったりこのようなシートを使うような、シートに背中が当たるような種目っていうのは、結構 T シャツを、着てされる方が多いような印象を受けます。まあ、なぜかというと、実際にその素肌とパッドが当たるときに肩甲骨の位置が決めにくいというような、意見もありまして、そういう方は結構 T シャツを、毎回着て、素肌がベンチに当たらないように取り組んでいる方もいます。もしも普段タンクトップでトレーニングをしていて、ベンチプレスだったりのトレーニングを、に対してちょっと違和感があるような方、肩甲骨の位置だったりで決めにくいなというような方がいらっしゃれば、もしかしたら T シャツでやる と、その辺が決まりやすいかなというのも一つ考えられるかと思います。はい、3セット目いきます。
よくこのプレス系の種目に関して、まあ、ニーラップだったり、リストラップだったり、ギアをつけてやる方もたくさん最近はジムでお見かけします。それ自体決して悪いことではないと思うんですが、私の場合あまりそういうのはつけていません。特にこだわりがあるというわけではないんですが、まあ、つけていなくても今のところ肘だったり手首だったり特に痛くなっていないので、つけていないという理由になります。まあ、そういうところに故障があるような方であればそういったギアも有効かなと思うんですが、まあ、そうでない場合、なるべくギアはなしでシンプルにするのも一つなのかなと思います。こうギアが多ければ多いほど、ジムに行った時に仮にこう忘れた時ギアを忘れた時、トレーニングがなんか今回ちょっと、しっくりこないなというような感覚にどうしても陥って、まあ、ギアにちょっと依存しがちというかそういう気持ちになったりすることもゼロではないと思いますので、そういった懸念をちょっと取り除くためにもなるべくギアはシンプルにしといた方がいいのかなというふうに私は考えています。今後本当に人それぞれだと思うので、まあ、考え方の参考に一つしていただければかなと思います。さあラストセットです。頑張ります。終わりました。次行きたいと思います。